こんにちはビートルズワーールドニュースですす今日はポーーーーーール・ルマッカトトニののの失われたベースギターの長いいい期間の短い旅路についてですビートルズでビズ名声を博したヘフナーのバイオリンベースは50年以上前に行方不明になり2人のジャーナリストとヘフナーの専門家がそれを見つけようと決意しました音楽史において最も重要なベースギターの一つに何が起こったのか誰も知らないようでしたが行方不明になってから数十年の間に いくつかの奇妙な噂がありました。ヘフナーベースは個人コレクションの中に隠されているとか日本の富裕層ファンがこっそりと日本に発送しているとかところがベースはもっと地味な場所イギリスのイーストサセックスにある家族の家のロフトで時間を過ごしていることが判明しました家族は9月下旬にこのギターを報告していますメーカーによって認証されたギターはマッカートニーに返却され2月15日の木曜日に ポールは関係者全員に心から感謝している。とウェブサイトに掲載されました。それはビートルズのファンを虜りにした普及の謎が解けたことになります。ヘフナー500、1ギターはビートルズの伝承の貴重な一部で、ラブミール、e e d SheLoveTheYou、ツイストシャウトなどのヒット曲のレコーディングで聴くことができます。マッカートニーはバンドのベーシストになった後、どうしてもベースギターが必要になり、 1961年にドイツのハンブルクの楽器店でベースギターを購入しましたバイオリンベースは町の中心部にあるスタインウェイの店で手に入れたんだと彼は1993年のギターマガジンのインタビューで回想している30ポンド相当の費用がかかり彼が買うのに十分安かったそして一度買ったらすっかり好きになったね軽くてちっぽけな低音にしてはとても豊かな音がするんだよ と彼は言います。ファブ4が一躍有名になるにつれ、マッカートニーは、ビートルズが後にマネージャーとなるブライアン・エプスタインと出会ったイギリスのリバプールのキャバーンクラブでの初期のコンサートや、バンドの最初の2枚のアルバムのレコーディングなど、何百ものギグでヘフナーを演奏した。このヘフナーベースが最後に目撃されたのは、1969年にロンドンでバンドがアルバム「ッド・イット・ b で演奏している映像でした。 レースの居場所を突き止める努力は昨年9月まで停滞していたが、2人のジャーナリストとヘフナーの専門家が創作を再開し、一般の人々にヒントを求めていました。伝説的な楽器ですと語るのは、ヘフナーのセミリタイアコンサルタントで、マッカートニーと仕事をしたことがあるニックワスです。ビートルマニアのののの始ままりりななんだよとと、ははす言います捜中中で、何百もも回答の中には有望な手がかりもあったと 妻のナオミ・ジョーンズと共にこのプロジェクトに携わったジャーナリストのスコット・ジョーンズは言います。その話について、マッカートニーと仕事をしたことのあるサウンドエンジニアは、1972年にギターがバンの荷台に置き去りにされ、その後、泥棒が押し入ったことを思い出した。また、ギターは近所で盗まれ、地元のパブのオーナーであるロナルド・ゲストに少しのお金と、無料のビールで売ったという別の情報もありました。そして9月下旬、 イングランド南東部のヘイスティングスという町に住む家主の家族が、マッカートニーのスタジオに連絡を取り、ロフトにあるギターが行方不明のベースではないかと尋ねた。このベースはもっと派手な旅に出ると思っていたとジョーンズ氏は言い、実際、このギターは同じファミリーにとどまっていたことが調査で明らかになったと付け加えた。その間、遠くまで移動はしなかったのです。ジョーンズによると ゲスト一家の一人がイギリスのサセックスにあるマッカートニーのスタジオにギターを手渡したそうですソーシャルメディアの投稿には21歳のルアイドリゲストがギターを手にしている様子が写っていた彼はコメントの要請にすぐには応じなかったが金曜日の投稿で家族はやがて詳細を発表すると述べていました9月下旬にギターが出現して間もなくワスはドイツからイギリスまで車を走らせそれが実際にヘフナーであることを証明する手助けをしました あれは僕の手の手中にすったんだとわすはいい数年前にマッカートニーからギターについて尋ねられて以来ずっと探していたと付け加えたそれを見つけた時はスリリングだったと彼はいるそれが正しいと気づくのに10秒もかかりませんでしたと彼は言いますわすは左利き用ギターの特徴的なパーツと色を指さしたギターはネックにひびが入るなどいくらかの損傷を受けており修理が必要だと彼は言った その発見は創作者でさえも驚愕させ、彼らは希望を抱きながらも、アーカイブの切り抜きやヒントから手がかりをつなぎ合わせながら、自分たちの見通しについて、現実的だったと語った。まさか見つかるとは思ってもみませんでした。正直に言うと、その可能性はおそらく非常に低かったでしょうねとジョーンズは言います。また、何十年も行方不明になっていたジョン・レノンのギブソンアコースティックギターが発見され、 2015年に匿名の買い手に240万ドルで売却されています。不利な状況にもかかわらず、チームはビートルズの神話の一部を保存したいという決意に突き動かされたと語った。最後に、ワスの言葉をご紹介します。世界中のビートルズファンは皆、このベースを再び見ることができます。ポール・マッカートニーが帰ってきたら、みんなのためにこのベースで演奏してくれることを願っているよ。以上、ポール・マッカートニーの失われたベースギターの 長い期間の短い旅路についてでした。これまでの失われたヘフナーベースの報道の内容と少し異なった部分がありましたね。その部分は、発見されたベースは9月下旬であったこと、ベースを盗んだ犯人が、地元のパブのオーナーに少しのお金とビール無料でベースを売ったこと、そしてゲスト一家の一人がイギリスのサセックスにあるマッカートニーのスタジオに訪ねたことと、ベースをスタジオに手渡したというところです。まるで 情景を浮かべたい夢のような話ですね発見されたご自宅のヘイスティングスとポールのスタジオのあるサセックスまで距離が20マイル約32キロであったことも良かったですねスタジオに渡されるなんてとても感慨深いことだったと思います今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございますこのヘフナーベースの発見についてまた新情報があればビートルズワールドニュースでお伝えしますので応援として チャンネル登録、高評価、SNS へのリンク、そして他のビートルズワールドニュースの動画をご覧になっていただけることを期待しております。また説明日考欄におすすめの CD や販売品をご紹介しておりますのでよかったらご覧になってください。ではまたよろしくお願いいたします。